とした問題を抱えていた。何何それはビビリになった。初めて見るライオンに激しくビビる子グマ。そろそろ慣れたかと思うと、激しくビビる子グマ。素晴らしいリアクションですね。ライオンは怖すぎるということで、相手を可愛い子猿に変えてみる。落ち着いている様子、友達になれるのか。しかしここでもビビりっぱなし。しまいには、なんと影にまでビビる始末。なんとも小心者の子グマであった。あの子グマもう一度見たいですよね。では皆さんにもう一度ご覧になっていただきます。大体気づくの遅いし、遅いですよって気づくのが。たっぷり溜まってるわ。ええ顔すっごい。ねえパニック。漫画だもん。漫画芸人の教科書になりますよね。リアクションの、あのリアクション、これは勉強になりますよ。実はですね、今回こちらのクマちゃんのその後の映像を特別にご用意しました。見てみましょう。どうなったの。はい。あれ舐めちゃったんだ。こちらは先ほどの映像から1ヶ月が経った頃の映像なんです。でも自分の方が強いよっていうことを示してるそうです。これは逆に自然に返したらまずいでしょ。